キラチカザネは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、長祖壁氏の家臣、土佐国の戦国大名、長祖壁元親の弟、キラ親邸の子、幼少の頃から自由に優れ、元親の娘を見取ることを許されるなど徴用された。父の死後、その家徳を相続し、一門衆として活躍するが、元親の側近、久武親直とは、仲が悪く、 いつも対立していた。天正十四年十二月、元親の着男である、長祖壁信鹿が戦死して後継ぎ騒動が起こると、近姉は、徴用の女をもってして、元親の次男、香川親和を押し、四男である、長祖壁森鹿を押す久武親直と対立する。この時、近姉は、元親に対して、たびたび親和を後継ぎとすることを進言したが、その還元が帰って、 元親の激輪に触れることになり、天正16年10月、近寿根は、日、江山近沖と共に切腹を命じられたとされる。だが、近寿根による、天正17年9月10日付の西諸木若市、王子の胸札が現存しているため、近寿根の切腹は、日、江山近沖と同時ではなかったことが判明する。また、長祖壁知見庁の中でも、 天正19年1月16日の作成期日が確認できる高岡郡鎌田村の知検庁にて、は池上様に直接治療が当てが割れており、彼女がすでに未亡人として実父元親から直に所領を与えられる立場であったことも確認できるため、吉ラチカが切腹を命じられたのは、天正17年9月以降天正19年1月以前であったと推定される。 近ざねの死後、その墓では、会議が絶えなかったと伝えられており、また現代においても、交通事故が起こると、近ざねのたたりと言われることがある。それゆえか、木塚明神や、四国では有名な妖怪、会議である、七人岬崎は、近ざねとその主従の無念の死がモデルであるとも言われる。このキラタだ史実は生を、町氏に改め。 日後熊本藩細川氏に仕えたが、明治に至り子孫は、長我壁姓を称した。ありがとうございます。